こんばんは、速稼塾の子です。2019年のメッセージが、いやー動画で間に合った。ラーメン美味しかったですよ。ありがとうございます。またくださいね。で、福井の方からね、大阪の方に戻っていらしたということで、ちょっと近くなったじゃないですか。まあ宝塚とは言わないですけど、またね、宝塚周辺、関西周辺でやりましょうね。ミーティングね、その時はナイト2000でお持ちしますので、ぜひね、運転席に乗ってエンジンを吹かしてみてください。もうね、今から楽しみですよね。まあ、それからやっぱり速稼塾に出会ってよかったというふうにね、感じてくださること、本当に嬉しいなと思います。まあ、私もね、通勤途中とか昼休憩に何か皆さんのね、きっかけをつかんでいただきたいとかね、折れそうな心に支えになりたいとか、何かのお役に立ちたいということで YouTube の発信をずっとお送りしておりました。もうね、2013年からなんで、もうかれこれ7年とかになるんですよね。1日たりとも欠かすことなく、いやそればかりかね、1日に何回も放送していて、多分受け取る方が受け取りきれないぐらいだと思うんですけども、私はまだまだ溢れる思いがたくさんあります。そしてね、今回メッセージいただきまして、野垣さんの方にもまだまだ、ね、お伝えしたことが結構あるんですよね。その一つがやっぱりアフィリエイトをやっていくとかね、 FX をやっていくとか、まあ、転売でもいいんですけども、本当ちっちゃな時間を少しずつ積み上げていって、本当にね、やってる時はたったこれっぽっちとかね、たったこれだけのこと、こんなつまらないこと、でもそれでいいんですよ。そのつまらないこととかちっぽけなことの積み重ねでしか大きなね、飛躍っていうのはないんですよね。多くの方がもうたまにバッターボックス立ってグンと振るとホームラン打てるような気がするんですけども、そうではないんですよ。もうホームランをバチンと打つまでには、毎回毎回打席に立って空振りもあるし、ファールチップもあるし、デッドボールもあるし、それを繰り返していって、千載一遇のチャンス、1000回に1回ぐらいガキンと打てるわけですよね。その打てる感覚がつかめてくるわけなんですよ。ただ打ったところでね、それがホームランになるかどうか分かりませんし、途中でね、ピッチャーフライで取られるかもしれませんし、打ったんだけどもファールチップになるかもしれません。ラッキーゾーンに入るか、それともセンターオーバーするか、それは分からないんですよね。だからこそ、一日一日を積み重ねていかなくてはなりませんよね。でもやっぱりね、私が思うのは、その瞬間その瞬間を自分の思うがままに正直に生きてるかっていう、その割合を少なくとも増やしていかないといけないのかなと思うんですよ。やっぱ嘘をついたりとかね、本当はこんなはずじゃなかったって思うと本当に辛いんですよ。だからそうではないと、 100% 常にその瞬間が全部自分の思いの通りにっていうのはいきなり難しいですけども、まだ今日はなんとか自分に正直に生ける瞬間が増えたぞっていうふうに意識するだけでも、自分の人生はちょっとずつ変わっていくんですよね。で、まだまだね、私たち戦える年代です。まだね、一花も二花も咲かせられますので、これからもね、強い意識を持って、そして、希望を持ってね、生きていきたいと思います。時間はどんどんなくなっていきます。だから焦るわけではないんですよ。時間がなくなっていくということも捉えながら、まだある時間に可能性を見出していく、これが私の言う自己否定論なんですよね。まだできるはずじゃないかとかね、まだチャンスあるんじゃないかと、もう一個手を打てるんじゃないかなっていうふうに考えていくのが私の自己否定論なんですよね。自分はダメな人間だと思うのは、これらに人格否定に他ならないんですよ。こういうことをやりましょうってことじゃないんですよ。自分にはまだ打つ手があるはずだ、可能性があるんだ、まだできることがあるんだ、役に立てるはずだっていうふうに考えていくことですよね。こういうふうにして進めれば幸せだなと思っております。まあいろいろと話したことあるんですけども、会った時にゆっくり話しましょう。まだまだ思いはね、尽きないんですよ。私もほっとくとね、1時間ぐらいこのまま喋ってそうなんで、行く年来る年間に合わなくなっちゃいけないんでね、本当に2019年、大変私の方こそお世話になりました。そして2020年は新しい展開として、まああまり基本的には変わんないんですけども、私はね、自分が身につけた FX、 これをね、もっともっと強烈に皆さんに打ち出していって、私の毎日の動画を見るだけで勝てる人がどんどん出てくるみたいなことをしていきたいなと思うのと、あとは YouTube ですよね。YouTube を始めてくださる方には、私の1万人のチャンネル登録者数のこの私のアカウントからね、何回でも紹介しますんで、そこでチャンスをつかんでいただきたいと思います。本当にね、あやさーちゃんとかね、花谷龍馬さんとかね、チャンネル登録者数増やしたりとか、動画の本数増やしたりとか、山根さんとかね、ゆとりライフの方とかね、ガチンコマッチクラブとか、いろんなチャンネルありますよね。もうそこに、野呂垣さんもね、ポコンと出ていただければ、何か新しいチャンス、きっかけがつかめるんじゃないかなと私は思います。そのために協力することにはもう本当にね、惜しむものはありませんので、どん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 ずうずうしいぐらい私の方にね、どんどん要求を上げてください。一つでもお役に立てれば私も幸いでございます。それでは2020年よろしくお願いします。良いお年を。失礼します。